吉田さん、ペイペイ運用なんですけども、30日目で27,491円、31日目で38,800何がし、そして今日ですね、35日目なんですけども、金額58,956円です。4月21日からペイペイ運用を始めて、私は実質的にお金を全くこのペイペイ口座に入れることなく、ペイペイバックのボーナスだけでなんとですね、もう6万円近く入りましたよ。すごいですね。これだけでもすごいんですけどね、他にもいろいろ似たようなことやってますんで、一件一件はね、数万円でも全部積み重なると数十万みたいになりますね。今なんかこういう時代なんですよ。だからね、前回吉谷さんが上げてくれた動画じゃないんですけども、すぐやる人は全て手に入れるんですよ。で、すぐやらない人はずっとやらないんですよね。で、これリアルタイムですよ。だってさっき吉田さんが動画を上げてくれて、その4600円ね、三井住友カードリボでできるよって言うから、私その動画の返信をする前にやって、やったから返信した。そして次に送られてきた動画でペイペイ運用ってのが言ってたんで、ペイペイ運用今度開いてみた。そしたら今6万円近くあるわけですよ。これどうですか。なんか目の前で10万円近く、私もうね、今日だけでもこれ目の当たりにしてますよね。で、しかもこれ本業ではなくて副業というかね、私の動作の中に当たり前のようにあるんですよ、これ、この動作が。それこそなんか歯磨きに行く間にちょっとひと手間かけてみたら、なんか5000、1万円生まれたみたいな感じで、歩くごとに、動くごとに、座るごとにチャリンチャリンというふうに課金されていくというね、私の行動すべてですよ、お金を引き寄せるためのものになってるんじゃないかな。金の亡者ですね、本当にね。ということなんでね、金の亡者というタイトルになりますけども、お金がない人と書いて金の亡者ってなってるでしょ。だからお金がない人ほど、お金に困ってる人ほど私以上に行動する必要があるんですよ、おそらく。私は金の亡者って見えるかもしれませんけども、はっきり言ってね、 99% ぐらいは単なるマイホームパパですよ、ね、子供と一日中べったり遊んだりとかね、動画を楽しみで撮ったりとかしてるだけで、よし金稼ぎに行くぞって考えてる気持ちはなくって、 A8 ネットでそんな案件あんの、まあまあやってみるかみたいな感じですよね。これはどういうことかっていうと、面白いビデオがあるよと、見てみるっていうんで見てみたみたいな、それと同じですよ。クリックの回数もそんなに多くないですからね、クリック何回かするでしょ。で、面白いビデオを見ようと思ったらリモコン何回かこうボタンを押すでしょ。あれと同じですかね。どっちをするかってことですよ。私の場合は面白い映画を見ながらクリックをクリ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 してるって感じで、こっちで映画見て、こっちでお金が生まれてみたいなことをね、ずっと繰り返してるってことですよ。これですよ。これ、こういう世の中なのに、これをね、使っていきましょう。本当にこの動画を見てあなた、これやらないと、やらないと得られないですよ。で、一番非効率的な時給とかね、月給みたいなところに行っちゃうわけなんですよ。私は時給も月給も誰からももらってません。誰にも雇われてませんし、会社を経営してますけども誰も雇ってないです。でも多分人を雇ってる人とか誰かに雇われてる人以上に私は時間とお金を手に入れてると思います。しかもその方法はずっと喋ってますからね、ずっとですよ、隠してないですからね。だからもはや私の塾なんかに入らなくても、誰かの塾なんかに入らなくても、この動画を見てるだけで、え、そんな稼ぎ方あんのって知ることができます。あとはやるだけなんですよ。私が代わりにやってあげることはできないんでね、できないでしょ。だって私のスマートフォンでいくら操作してもあなたの口座にお金増えないんですよ。私の口座のお金が増えるだけなんですよ。だから私がやったようにやるだけです、やるだけです、やるだけやってみましょう。